チャンネルご視聴ありがとうございます。本日も行きます、こちらソードクロニカル、仮面ライダーオーズコンボチェンジ1からザボード、こちらのね、2つを合わせて、サイヘッドゴリラアーム、そしてゾーレックセット、こちら合わせた感じのザボードを今日は見ていただきます。ザボード行ってきましょう。まずこの箱の形のまんま、一番簡単でした。じゃあやってみたんですけど、これがザボードです。いやー、完成させるのにね、結構シールの貼るポジションが分かりにくかったですね。貼ってしまえば、ああこうなのねっていう感じで分かるんですけど、ももの部分こんな感じですね。一回貼れば分かりますけどね、貼るまでがちょっと分からなかったです。そうだね、これどうだったんですかこれね、分かりやすいですね。サイゴリラでゾウでございます。ザコーゾです。で次はですね、この、サイヘッドの、ゴリラアーム、こちらのポーズを撮ってみました。こんな感じになります。結構ね、これスタンドなしで結構手重さがあるんですけどね、その割にはいい、バランスが取れた形になります。力強い感じですね、このような感じでね。結構、腕は重量ありますが、バランスはとてもいいです。今度はですね、裏の方の写真、このポーズを撮ってみましょう。こんな感じになります。結構ね、バランスいいですね。こう広げても何してもね、なかなかポーズは撮りやすかったです。そしてなおかつこの、ザコードに関してはですね、他のキャラと違うのがアンクの手がついてるということですね。こちらアンクの手が入ってます。これもね、なかなか場面場面によってこれから使いやすいと思いますが、スタンドにつけられるんですけども、見せないでちょっと片手を使っていくと、こうやって、出すことも可能になります。こうやってれば動いてるようにも見えます。私は今手で動かしてるんです。こういうふうに、アームをスタンドをつけてるんですけど、外して、こうやって動かしていけば本当にこう動いてるよ。このね、ザコーズと一緒にこの付属してる点の使い方がいいですね。このスタンドに挿してはいるんですけど、見えないでこういう会話してる感触も、出すこともできますので、ね、やり方ですね、こう一つにね、こう動かすことによって、他にもこう会話してるような感触を今出してますけど、結構アンクの手もなかなかうまくできてるので、いろんな使いこなしができると思います。今回はこの2つが入ってましたので、両方とも紹介させていただきました。以上です。ご視聴ありがとうございました。